1週間前、秋葉原でお会いした時、京介氏は拙者におっしゃってくださいました。何があっても友達であることは揺るぎないと。京介氏の真心のこもったお言葉、拙者の五臓六腑に染み渡りましたぞ。なんだよ、やぶから棒に。お優しい京介氏のことですから、拙者がこうして友達を辞めると言っても友達だと思っていてくれるのでござろう。もうそのお気持ちだけで十分なのでござる。沙織、修学旅行のお土産受け取れなくて誠に申し訳ありません。お預けしたグッズと一緒に拙者だと思って可愛がってくだされ。沙織、本気でグッズを全部処理するつもりなのか。でも確か沙織のオタクグッズって。なあ、お前のオタクグッズってお前だけのものじゃないだろう。ええ、拙者のグッズの中には拙者の姉とその友達からの預かり物もあります。いくらあの方だって他人のものを処分しろとはおっしゃらないと思いますが、もしよろしければあの子たちも京介氏が受け取っていただければ。一時的に預かるならいい。でも受け取ることはできねえぞ。そのお答えだけでも十分でござる。今まで本当にありがとうございました。皆さんと過ごした日々は一生の宝物です。オタクグッズはなくなってもこの宝物はなくしません。だからさようなら。残された俺はだんだん小さくなっていく沙織の背中を見つめていた。かけられる言葉なんてとうに使い果たしている。どんな歴史上の偉人の言葉さえ今の沙織には届かないだろう。沙織が下した決意ってやつはそう思わせる真剣さがあった。だけどな、納得なんてできるはずねえだろ。3回やってダメだったから、はいさよならなんて、そんなクソシナリオは断固として認められんぞ。沙織！